銀河鉄道のの夜、1. 午後の授業では皆さんはそういうふうに川だと言われたり父の流れた跡だと言われたりしていたこのぼんやりと白いものが本当は何かご承知ですか先生は黒板に吊るした大きな黒い星座の図の。 上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながらみんなに問いをかけましたカンパネルラが手を挙げましたそれから四五人手を挙げましたジョバンニも手を挙げようとして急いでそのままやめました確かにあれがみんな星だといつか雑誌で読んだのでしたがこの頃はジョバンニはまるで毎日教室でも眠く本を読む暇も読む本もないので なんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでしたところが先生は早くもそれを見つけたのでしたジョバンニさんあなたはわかっているのでしょうジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでしたザネンリが前の席から振り返ってジョバンニを見てくすっと笑いました ジョバンニはもうしししてて真っっ赤になままいました。先生がまた言いました大きな望遠鏡で銀河をよく調べると銀河は大体何でしょうやっぱり星だとジョバンニは思いましたが今度もすぐに答えることができませんでした先生はしばらく困った様子でしたが目をカンパネッラの方へ向けて「ではカンパネッラさん」と名指ししました するとあんなに元気に手を挙げたカンパネンラがやはりもじもじ立ち上がったままやはり答えができませんでした先生は意外なようにしばらくじっとカンパネンラを見ていましたが急いで「ではよし!」と言いながら自分で製図を指しましたこのぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますともうたくさんの小さな星に見えるのですジョバンニさんそうでしょ ジョバンニは真っっ赤になってうなずきました。けれどもいつかジョバンニの目の中には涙がいっぱいになりました「そうだ僕は知っていたのだ」もちろんカンパネンラも知っているそれはいつかカンパネンラのお父さんの博士のうちでカンパネンラと一緒に読んだ雑誌の中にあったのだそれどこでなくカンパネンラはその雑誌を読むとすぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて「ギーンガ」というところを広げ 真っ黒なページいっぱいにや白い点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでしたそれをカンパネンラが忘れるはずもなかったのにすぐに返事をしなかったのはこの頃僕が朝にも午後にも仕事がつらく学校に出てもみんなとハキハキ遊ばずカンパネンラともあんまり物を言わないようになったのでカンパネンラがそれを知って気の毒があってわざと返事をしなかったのだそう考えると たまらないほど自分もカンパネンラも哀れなような気がするのでした先生はまた言いましたですからもしもこの天の川が本当に川だと考えるならその一つ一つの小さな星はみんなその川の底の砂や砂利の粒にも当たるわけですまたこれを大きな土の流れと考えるならもっと天の川とよく似ていますつまりその星はみんな ののの中にににまるるるでで細かに浮か浮んでいるの玉にも当たるのですそんなら何がその川の水に当たるかといいますとそれは真空という光をある速さで伝えるもので太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいるんですつまりは私どもも天の川の水の川水中に住んででいるわけですそしてその天の川の水の中から四方を見るとちょうど水が深いほど青く見えるように。 天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって見えしたがって白くぼんやり見えるのですこの模型をご覧なさい先生は中にたくさん光る砂の粒の入った大きな両面の凸レンズを指しました天の川の形はちょうどこんなのですこのいちいちの光る粒がみんな私どもの太陽と同じように自分で光っている星だと考えます 私どもの太陽がこのほぼ中頃にあって地球がそのすぐ近くにあるとします皆さんは夜にこの真ん中に立ってこのレンズの中を見回すとしてご覧なさいこっちの方はレンズが薄いのでわずかの光る粒すなわち星しか見えないでしょこっちはこっちの方はガラスが厚いので光る粒すなわち星がたくさん見えその遠いのはぼーっと白く見えるという、まあ、これがつまり今日の銀河の説なのです そんならこのレンズの大きさがどれくらいあるのかまたその中のさまざまな星についてはもう時間ですからこの次の理科の時間にお話しますでは今日はその銀河のお祭りなんですから皆さんは外へ出てよーく空をご覧なさいではここまでです本屋ノートをおしまいなさいそして教室中はしばらく机の蓋を開けたり閉めたり本を重ねたりする音がいっぱいでしたが まもなくみんなはきちんと立って礼をすると教室を出ました。<music>